ビタミン BQ、プテロイルグルタミン酸とも呼ばれる。栄養素の一つ。水溶性ビタミンに分類される生理、活性物質である。プテリジンにパラアミノアンソク酸と一つまたは、複数のグルタミン酸が結合した構造を持つ。1941年に、乳酸菌の増殖因子として、ほうれん草の葉から発見された。葉は、ラテン語で、 フォリウムと呼ばれることから陽酸と名付けられた。陽酸は体内で還元を受け、ジヒドロ陽酸を経て、テトラヒドロ陽酸に変換された後に補い酵素として働く。テトラヒドロ陽酸は、ホルミルモトホルムイミノ元、メチレンモトメチルモトなど一つの炭素原子を含む断片をドナー分子から受け取り、それをアミノ酸や 核酸合成の中間体へ渡す役割を担うなど、アミノ酸及び核酸の合成に用いられている。葉酸が不足すると DNA 性合成に支障をきたし、分裂の活発な血球合成に障害が起こり、赤血球障害や悪性貧血などの症状を生じる。葉酸を触媒的に回復させるビタミン B12 が欠乏しても同様の症状を生じる。 二分脊椎の発症リスクを低下させる効果があるとされるビタミン B 類の一つ。厚生労働省は2000年、妊娠を計画している女性に対し、1日あたり0 4ラム以上の摂取を推奨している。養産の栄養所要量は、推定平均必要量が2 0 0ム推奨量が2 4 0ム上限量が 1000g とされている。 ただし、妊娠期及び授乳期にはさらに、推定平均必要量としてプラス 170g、プラス 80g を、推奨量としてプラス 200g、プラス 100g を、付加する。また、妊娠を計画している、あるいは妊娠の可能性のある女性は、1日あたり、400g の摂取が望ましいとされる。酸を多く含む食品は、レバー、緑黄色野菜、 果物である。ただし、調理や長期間保存による酸化によって養酸は壊れるため、新鮮な生野菜や果物が良い供給源となる。大量の飲酒は養酸の吸収及び代謝を妨げる。養酸の欠乏症は、妊娠や授乳による要求量の増加、小腸の病理的変化、アルコール中毒、メトトレキサートなどの薬剤投与によって引き起こされる。 葉酸は、アミノ酸や、核酸の合成に必要となる、補酵素であるため、細胞分裂の盛んな箇所において欠乏症が現れやすい。症状は、貧血、免疫機能減衰、消化管機能異常などが見られる。また、心臓病や大腸癌、子宮経癌のリスクがあるとの報告がある。また、妊娠期に葉酸が欠乏すると、胎児に、 神経肝閉鎖障害が起こり、重度の場合は死に至る。また、無能児の発生のリスクが高まる。貧血に関しては、葉酸は増血作用に対しビタミン B12 と強調して働き、いずれのビタミンの欠乏も、巨赤が急性貧血を引き起こす。神経肝閉鎖障害に対しては、妊娠初期が重要で、特に通常まだ妊娠に気づかない。 第一週が最も葉酸を必要とする期間であると考えられている。過剰症はビタミン B12 の欠乏を隠すため悪性貧血が潜在化する危険性が指摘されている。また、がん治療に用いられる抗陽酸剤に対して過剰な葉酸は薬効を低減させる。葉酸過敏症として、後半、発熱、ジンマシン、かゆみ、 呼吸障害などを起こすことがある。テトラヒドロ陽酸による代謝とビタミン B12 による THF の再生産、フォルスは、イコール陽酸、THF イコールジヒドロ陽酸、THF イコールテトラヒドロ陽酸、ビット、B12 イコールビタミン B12、メチルビット、B12 イコールメチルコバラミン、メーテオーネン、イコールメチオニン。 メーテオネアにシンタズイコール5メチルテトラヒドロ、養酸、ホモシステインメチルトランスフェラーゼ、ホーマシスティンイコールホモシステイン、N5 メチル THF イコール5メチルテトラヒドロ、養酸、N5、N10 メチルン THF イコール5、10メチレンテトラヒドロ養酸、N10 ホルミル THF イコール10、ホルミルテトラヒドロ養酸、 ダンプイコールデオキシウリジン一輪酸などフ d n a テトラヒドロ陽酸化合物の一連の構造について陽酸誘導体は一連のメチル基転移の基質でありダンプから DTMP の合成にも関わっている。なお DNA の合成はダンプ DTMP DTDP DTTP と進むことで完結する。陽酸は DNA 合成に必要であり すべての細胞分裂に必要なビタミン B12 が含まれる重要な反応についての基質である。陽酸の誘導体である重0ホルミルテトラヒドロ。陽酸は DNA であるアデニンやグアニンのプリン体の生合成で2カ所のホルミル化の反応に関わっている。このように陽酸はいくつかの DNA の生合成に必要であるため、陽酸が欠乏すると、 多量の DNA を必要とする細胞分裂の盛んな増血器官等の機能に深刻な影響を与える。また、葉酸を触媒的に再生させるビタミン B12 が欠乏しても同様な欠乏症が現れる。葉酸がジヒドロ葉酸に還元され、さらに還元されてテトラヒドロ葉酸の生成につながる。ジヒドロ葉酸、レダクターゼが 最後の反応を触媒する。ナドフとしてのビタミン B 酸は、合成の両方の反応の保因子として必要である。5、10メチレンテトラヒドロ養酸は、ホルムアルデヒド、セリンまたは、グリシンの3つの炭素共有体の1つから、メチレン元を付与されて、テトラヒドロ養酸から生成される。5メチルテトラヒドロ養酸は、ナドフの存在下でメチレン元の還元により5、 10メチレンテトラヒドロ葉酸から生成することができる。ビタミン B12 が5メチルテトラヒドロ葉酸の唯一の受容体であることを明記することは重要である。同様にメチルビタミン B12 の唯一の受容体はホモシステインメチルトランスフェラーゼにより触媒されるホモシステインである。これはホモシステインメチルトランスフェラーゼの欠損や ビタミン B12 の欠乏は、テトラヒドロ陽酸のメチルノートが捕捉されたままになり、陽酸欠乏症に至るということが重要なことである。これゆえビタミン B12 の欠乏は多量の後、メチルテトラヒドロ陽酸の蓄積を生じることになり、陽酸が、所要の反応を行うことができなくなり、陽酸欠乏症と同様の症状が現れる。テトラヒドロ陽酸の別の構造である10。 ホルミルテトラヒドロ陽酸やフォリン酸は5、10メチレンテトラヒドロ陽酸の酸化により生じ、あるいは、ホルミルモトの供与による、テトラヒドロ陽酸へのホルミルモトの導入により生じる。最終的にはヒスチジンが、テトラヒドロ陽酸に、炭素元一つを供与し5、10メチレンテトラヒドロ陽酸を生成する。別の言葉で表現すれば、次の反応経路となる。 陽酸自悲泥陽酸、テトラヒドロウ酸5、10メチレンテトラヒドロ陽酸5メチルテトラヒドロ、陽酸、テトラヒドロ陽酸グリシン、セリンの代謝後呼吸経路におけるグリシン回列、1は、テトラヒドロ陽酸、2は5、10メチレンテトラヒドロ陽酸グリシン回列系は、テトラヒドロ陽酸により、以下の反応でグリシンを回列する。グリシン回列系とは別に、 グリシンヒドロキシメチルトランスフェラーゼの働きにより、可逆的にグリシンを L セリンに相互に変換し、5、10メチレンテトラヒドロ陽酸をテトラヒドロ陽酸に変換する反応が触媒される。グリシン回列系とセリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼによる2つの反応を複合すると以下の反応式が示される。また、その全容は図の通りである。 ホモシステイン、メチオニンホモシステインは、溶酸で、メチル化されて、メチオニンとなる。保因種として、シスタチオニンガンマシンターゼと、シスタチオニンベータリアーゼは共に、ピリドキシルマイナス5ホスフェイトを、ゴメチルテトラヒドロ溶酸、ホモシステインメチルトランスフェラーゼは保因種である、メチルコバラミンを含み、ゴメチルテトラヒドロ溶酸とホモシステインを基質とする。 この酵素反応は2段階のピンポン気候で進行する。はじめに、N5 メチール THF からのメチル元の転移で、メーブ12とテトラヒドロ陽酸が生成する。次に、メチル元がメーブ12からホモシステインに転移し、コバラミンが再生すると同時にメチオニンが生成する。ヒスチジン陽酸は、ヒスチジンからグルタミン酸への代謝の過程の一部を担っている。 陽酸欠乏症は、細胞内の S、アデノシルメチオニンを減少させ、それは DNA における、シトシンのメチル化を抑制し、プロトガン遺伝子を活性化し、悪性転換を誘導し、DNA 先区物質の不均衡を引き起こし、DNA への裏汁を誤認させ、染色体損傷を促進し、これらのすべてのメカニズムは、前立腺がんの形成のリスクを増大させる。 洋酸とがんの関係は複雑なように見える。理論的には洋酸はがんを防止できるように思われるものの実際の実験ではサプリメント投与はがんの発生率を高めることが認められている。いくつかの研究では適切なレベルの洋酸は食道がん胃がん卵巣がんのリスクの低下に寄与していることが示されている。しかしながら 陽酸の癌に対する効果は摂取した時の個人の体調に依存している。加えて、すでに癌に罹患していたり全癌症状になっている場合には、陽酸には防止効果はなく、むしろ症状の悪化につながり得ることがある。過剰の陽酸は逆に腫瘍の発生を促進することが示唆されている。陽酸は癌の形成において二つの役割を果たしており、 低濃度の陽酸の摂取は初期段階の癌の防止をするが、高濃度の陽酸の摂取は癌の形成の促進をする。それゆえ、公衆衛生学的には過剰の陽酸を摂取しないように十分に注意しなければならないのである。陽酸に富んだ食事は大腸癌のリスクの減少に、 効果があるとしており、食事とサプリメントの組み合わせよりも、食事のみからの方が効果が高いと報告している研究がある。一方で、サプリメントからの養産の摂取の方が、生体利用効率が高いとしている研究がある。2007年の無作入臨床症試験では、養産サプリメントは、大腸選手のリスクを減少させてはおらず、むしろ実際には、病変の進行や、 選手の多様化が増加した。大腸癌は、養酸の関連から最もよく調べられている癌のタイプであるが、養酸サプリメント接種は52万人の男性を含んだ14年間のヨーロッパでの調査で、大腸癌の発生について67%の増加を示した。8万1922人のスウェーデン成人を対象とした2006年の研究では、 サプリメントからではなく、洋酸に富んだ食事の摂取は、水臓癌のリスクの減少に関連していることが認められた。ほとんどの疫学調査は、洋酸に富んだ食事は、乳癌のリスクの減少に関連しているが、結果は一応ではない。癌についてのある広範な調査の結果では、過剰な洋酸の摂取は、乳癌のリスクが高まるとしているが、 2007年のスウェーデンの調査では過剰の葉酸の摂取は閉経後の乳がんの発生を低下させている。2008年の調査では女性における全ての新潤がんや乳がんのリスクと葉酸の摂取とは優位な関係がないとしている。葉酸の摂取は1日 15g 以上のアルコールを飲む女性を除外して乳がんの発生と関係ないとしている。 日に 300g 以上陽酸の摂取はアルコールを飲む女性の乳がんのリスクを減少している。ほとんどの調査研究は陽酸に富んだ食事は前立腺んのリスクの減少を示している。しかしながら男性における陽酸サプリメントの摂取は前立腺んのリスクが2倍になっている。最近の臨床試験では毎日 1g の陽酸サプリメントの摂取は 前立腺がんのリスクを増加させるが、ビタミン剤を用いない人々での食事での養酸摂取と結晶濃度の増加は、実際に前立腺がんのリスクを減少させる。29,133人の年配の男性喫煙者の調査では、前立腺がんと結晶養酸濃度とは何の関係もなかった。高濃度の養酸ががんを増加させる理由は、 ヌクレオチド合成において陽酸が必要であるように、増殖型の新生細胞は陽酸を必要とし、陽酸受容体が癌が細胞中で増加するためである。DNA のメチル化における陽酸の役割は、前立腺癌においては重要である。代謝されない陽酸は、ナチュラルキラー細胞の細胞毒性を減少させ、悪性細胞に対抗することのできる免疫系を減退させる。 しかしながら、食事からの必要量の陽酸の摂取は、前立腺がんに対しての逆の効果を調査では示している。陽酸と前立腺がんの関係は明確ではないが、前立腺がんとビーン空間の細胞に対して、陽酸のターゲットベクターである自殺遺伝子の研究が存在する。主要管に陽酸誘導体の微粒子が注入されると、 主要細胞の成長は明らかに阻害される。このメカニズムは細胞の増殖への干渉と細胞間のギャップ結合の障害によるものではないかと考えられている。抗がん剤であるメトトレキサートは陽酸の代謝を阻害するように設計されている。陽酸はフルオロウラシルと予想外の作用をもたらす場合がある。この作用の正確なメカニズムはよくわかってはいない。 人の肝臓中の自費泥養酸、レダクターゼは、他の動物に比べて活性が低く、自費泥養酸から活性型の養酸に転換するのが、低いことは、細胞増殖で働く、E2 階から1のような、転写調節因子によりこの酵素がコントロールされている、ためであると考えられる。人における、低濃度の自費泥養酸、レダクターゼと、E2 階から1の、 コントロール下にあるタンパク質は、がんの増殖を妨げている、可能性がある。もしこれが真実なら、長寿命と関係しているであろうゆっくりとした、組織細胞の抗体率を有した、他の動物もまた自ドロろ養酸レダクターゼの活性が、低いことであろう。ということが示唆されている。養酸サプリメントは、例えばウラシルが、DNA に挿入される誤りのような DNA の、 複製と修復の際に発生する誤りを防止している。これが、葉酸が大腸がんを防止しているメカニズムとして提案されている。葉酸サプリメントは、π 酸系アクトの情報伝達増幅経路を活性化し、細胞の生存を改善するが、癌細胞もこの経路を利用して生き延びることができる。ため、これが体に有益、不利益の双方になり得る。 洋酸は、天の濃度を低下させ、これらの関係をより複雑にしている。洋酸は、生産剤やアスピリン及びその関連物質と、相互作用し、これらの薬剤は、洋酸の働きを阻害することが知られている。また、後継連薬や、海洋性大腸炎治療薬は、洋酸の吸収を低下させる。さらに、ガやリウマチの治療に用いられる。 メトトレキサートなどの抗がん剤、免疫抑制剤、あるいは、抗生物質のトリメトプリムスルファメトキサゾールは、陽酸の代謝を阻害する。したがって、これらの薬剤を頻繁に服用する人は、陽酸欠乏に気を配る必要がある。ありがとうございます。